アビドスの二人はまだ来てないみたいだね。アルちゃん、麻雀は覚えられた？国士無双、臨山解放。ちょっと待って、覚えた役が頭から出ていきそうだわ。くふふ、アルちゃん、レア役ばっかり。おーおー、二人とも早いね。アルちゃんがちょっとでも役を忘れないために前乗りしてギリギリまでルールを覚えたいって言うからね。アウトローはいかなる任務の遂行のためにも常に全力を尽くすものよ。ああ、そんな話をしてるうちに覚えた役が抜けていきそう。うん、私も全力を尽くす。負けない。まあまあ、みんなそんなに熱くならないで楽しんでいこう。くふふ、それじゃあいざ勝負。じゃあ始めよっか。シロコちゃんも嫌だね。対局スタート。これでいいのよね。ちょっと私の範囲盗まないでよ。盗んでない。これは劣気とした麻雀の成功法。ああ、泣くってやつね。もちろん分かってたわよ。そう、試しただけよ。くふふ。麻雀が打てる雀荘だと雀荘飯っていうのも人気らしいよ。雀荘飯？食べられる麻雀牌が入ってるご飯とか？アルちゃんったら、そんなわけないよ。それぞれの雀荘の名物料理だよ。カレーが美味しいお店とかもあるんだって。うへぇ、なんだかご飯の話してたらお腹が空いてきちゃったね。芝関ラーメンって出前やってたっけ？どうだったかな。セリカ出前してくれるかな。アルちゃん、ちゃんと打ててるね。さすが。アウトローとしてみんなに負けるわけにはいかないもの。しっかり勉強してきたわ。勉強、アウトローというか真面目。シロコちゃん、それ以上はいけないよ。2000オール。うん、想定通り。うへへ、シロコちゃんやるね。これはおじさんも負けてられないな。羽マン1万2000点だよ。なんですって。くふふ、悪いね、アルちゃん。つも、マンガン8000点。シュエ、うまくいかなかったな。ロン、タイヤを。いったー、もうなんなの。さすがアウトローの二人ね。2曲続いて。ここは社長である私が睦月の仇を打ってみせるわ。くふふ、さすがアルちゃん。でもさっきまで麻雀の間の字も知らなかったアルちゃんにできるの？何よ。私が親ね。行くわよ。前の曲でシロコが上がってた役、麻雀の勉強でもやったタンヤオだったわよね。確か2から8のハイだけで手を揃えると成立する役。あら？
これってタイヤを狙いそうじゃないかしら。リーチ、これはいけるわ。おお、調子良さそうだね。アルちゃんやる。来たわ。タイヤをよ。おお。アルちゃん。これってみんな私のタイヤをに言葉も出ないみたいね。どうかしら、このアウトローの一手。アルちゃん、これタイヤオじゃなくてスーアンコウだよ。スーアン、役満だね。タイヤオよりよっぽどすごい役だよ。うん、さすがアウトロー。そうよ、本当はタイヤオじゃなくてスーアンコウよ。みんなを試していたのよ。これぞまさにアウトローの一手よ。くふふ、さすがアルちゃん、かっこいい。いや、まさか初心者に負けちゃうなんてね。おじさん乾杯だよ。うん、悔しい。それにしても、先生からお願いしたいことって何だったのかな。確かに勝負はついたけど、勝った人には麻雀の精が現れて願いを叶えてくれるとか。話が変わってきちゃうじゃない。麻雀の精がドーンって現れちゃったりして。待たせたにゃーって誰ー。百鬼夜行の生徒、ブルーアーカイブの生徒の皆さん、我らちゃんともからの挑戦状を受けてもらうにゃ。麻雀で勝負にゃ。え、勝負？何？突然何？勝負なら望むところ。先生の頼みってもしかしてこの勝負のこと？だったらおじさんたち負けられないな。なんでみんな受け入れてるの？でも突然道場破りのように入ってくるなんて、あなたもなかなかのアウトローのようね。いいわ、アウトローとしてこの勝負受けて立つわ。相手にとって不足なし。